はい、えー、それでは1月23日の3問に入ります、えー、留置権を行使していれば常に権利を行使しているため時効の期間が開始せず債権の消滅時効は成立しない丸か×かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください 答えはこれ誤りですね。目的物を留置していても債権の消滅事項の完成猶予もなければ時効の更新もありませんそのため留置権を行使しているだけでは債権は消滅してしまいます留置権の行使っていうのは物の引き渡しを拒絶しているだけなんですね代金債権そのものを行使しているわけじゃないんですよ債権自体を行使しているわけではない権利を主張しているわけではない だから、時効の完成猶予もないし、時効の更新もないということなんですね。まあ、そのため、請求などしないと時効の更新はないよということです。つまり、債権の行使というのと、留置権の行使は違うんだということなんですね。あくまでも留置権の行使は、物を留めておく、返さないでおくというだけで、代金債権の行使というのは、お金を払ってとっていうふうに、裁判等で請求をすることを言います。 まあこの部分については時効の内容ですよね。時効の内容です。例えば、時計の修理代金を所有者が支払わないことを理由に、時計屋さんが時計を留置していても、何も請求せずに放っておいたら、時計屋さんの持つ代金債権は時効によって消滅するって話なんですね。まあ、理解すると不運そうなんだって思うと思うんですけれども、私自身も初めはそうでした。でこの不運そうなんだって思うことが、 記憶の定着につながってくるんですね試験になってあれどっちだったっけってならないように理解が必要なんですよ理解をすることによってあれどっちだったっけっていうふうに迷うことがなくなるんですね理解できているから答えを自分自身で導くことができるんですよ丸暗記だったらあこの場合もあったしこの場合もあったあどっちだったっけっていうふうにもう勘になっちゃうんですよでも 理解があれば、ちゃんと論理立てて物事を考えて答えを導けるから、こういうことないんですね。なんで理解をしてくださいっていうふうにお伝えをしているわけです。 なので、個別指導の受講者については、昨日、受講者専用のメルマガで動画をお送りさせていただいておりますので、そちらをご確認いただければと思います。留置権だけじゃなくて、他の分野とのつながりも解説しているので、効率的に学習できます。で、理解学習を実践したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ご確認いただければと思います。 で、問い2に入る前に、まだえチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、問い2に入ります。飼い主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売り主に対して、国土交通大臣が定める書式の書面を持って、その意思表示を行わなければならない。丸か罰かという問題ですね。答えはツです。 クーリングオフにおける契約解除は書面で行わないといけません。その際の書面について書式は定まっていません。したがって今回の問題文、国土交通大臣が定める書式、これが誤りです。書式は定まっていませんので、まあ、とりあえず書面でクーリングオフによる解除をしますよっていう意思表示をすれば、それで撤回することはできます。で、申し込みの撤回なんですけれども、これは書面を発したとき、つまり、 発送したときですね。書面を発送したときに効力が生じますんで、この点も注意してください。これは以前の動画でもお伝えした内容です。注意してほしいのは、到着したときに効力が生じるわけではないということですね。この点をちゃんと頭に入れておきましょう。では、問いさんに入ります。市町村は都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。丸かツかという問題です。で、答えは、 これ、ツですね。市町村が都市計画の決定をしようとする場合、あらかじめ都道府県知事に協議をするだけでいいです。同意を得る。ここまではやらなくていいんですね。つまり、今回の問題で言うと、同意を得なければならないとなっているので、この部分が誤りとなります。で、このあらかじめっていうのは、事前にと言い換えることができますので、市町村は事前に知事に協議をしてくださいよ。 それだけでで、OK、ですすよっていうことですね知事の同意までは不要なのでこの点注意しておきましょう今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレドスの小野でした